はい、健康生活チャンネルの海老原貴弘です。今回は健康的には仕事は何歳までということについてお伝えしたいと思います。で、今回はね、ちょっと年齢が上の方向けの動画になるんですけども、もうすぐ仕事がね、定年を迎える年になって、もうそこで仕事は終わり、あとはそのお家でね、ゴロゴロしたいとか、趣味のことをして自由な生活を送ろうって考えている方、またはすでにもう定年を迎えてですね、そんなその自由な生活をしている方は、まあまあ多いと思います。しかし今回ですね、研究の結果から定年退職後に再就職しない場合、健康的に大きくマイナスであることが分かったんですよね。そこで今回はこの研究の結果とですね、なぜそのようなことになるのかという理由、そして対策までお伝えしようと思います。この動画をご覧いただくことで、何歳で仕事を辞めるのか、その答えが分かって健康的に生きることができますので、ぜひチェックしてください。この健康生活チャンネルでは、健康、美容、ダイエットにとても効果的な食事や生活習慣の情報を聞きなしても理解しやすい内容で毎日お伝えしていますので、お見逃しがないので、ぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。など、多くの方にこういった健康情報が伝わりますように、高評価のご協力もお願いします。ということで、健康的には仕事は何歳までということについてお伝えしたいと思います。で、あなたは定年退職前だったり、すでに退職した後ではないでしょうか。で、もし退職した方であれば、その後どのようにして生活をしていますか。なかなかその退職後に違う仕事に再就職する方って少ないと思うんですよ。また、あるいはですね、あなたではなくて、あなたの親御さんとかがね、その退職、定年退職したとか、退職後にね、その、お家にずっといるとか、そういった生活をしていないでしょうか。で、その、60歳でね、完全に定年で退職していた昔とは違って、今はその定年退職っていうのは、まあ、65歳ぐらいのところがほとんどになってきましたし、今後はさらに定年を迎える年齢が上がっていくことが予想されています。まあ、でも今はやっぱり65歳が多いですよね。60歳で一旦退職で、そこから再雇用という形で65歳まで。で、そこで完全に退職という方が、まあ、多いですよね。で、まあ、今後ね、やっぱりその70歳とか75歳まで普通に雇う会社も出てくるかもしれないというふうに言われているんですが、まあ、だから今の時点でまあ65歳ですよね。まあ、ですので、まあ、以前よりも高齢になるまで仕事はできる環境ではあるんですけども、多くの方が60歳とか65歳で仕事を離れていて、その後は毎日日中はずっと何かしらの作業をしているとか、そういうこともなくて、あの時にはね、家でゴロゴロしているとゴロゴロと過ごしているということもあるかと思います。で、私はですね、以前理学療法士として病院で勤務していた頃は、デイケアといってですね、通いの施設サービスですね、通所サービスのところで働いていたところもあったんですけども、その際にですね、利用者さんのお宅へ、自宅へ行く機会もたくさんあったんですよね。で、そこで多くの定年退職後の方を見てきたんですが、それは利用者本人であったりとか、その方の家族であったりしたんですが、まあ多くのその定年退職後のね、自宅にいる方を見てきたんですよ。で、定年を迎えて自宅にいる方の多くが、テレビを見てゴロゴロしているんですよね。で、もちろんその庭でね、仕事をしている方もいらっしゃいましたが、それもその日中ね、ずっとしてるわけではないんですよ。その昔ね、仕事をしていたみたいに、朝行ってね、夕方までずっと仕事してというわけではなくて、庭でね、その仕事をして1、2時間したらね、お家に入って休憩して、おやつを食べて、お昼ご飯食べて、そしてまた、昼寝をしてからね、また外に行って、で、またちょっと、仕事をね、お庭の仕事とか、してからですね、また戻ってきて、で、またゴロゴロしてっていう方は多いんですよ。やはりその日中の時間の多くはもうゴロゴロしている方が多かったんですよね。で、もしかしてその定年退職後のあなたもそういう生活をしていないでしょうか。1日にね、4時間程度はまあ外に出る時間はあっても、あとの時間はその家にいたりとか、ゴロゴロしてしまっていないでしょうか。でもそれだと健康的に悪いんですよ。それがこの研究結果から分かったんですよね。まあそう言うとですね、俺は今までその仕事を頑張ってきたから、もうこれからもう休んでもいいんだよというふうに言われるかもしれませんが、でも健康的にはね、とてもじゃないけども、それではいいとは言えないんですね。で、それがはっきりと分かったのが今回の研究で、死亡率とか認知症になるリスクとか、脳卒中を起こすリスクとか、糖尿病リスクになったについて、仕事の有無で、仕事をやってるか仕事をやってないかで比較することで、仕事を辞めてしまうことの大きな健康リスクっていうのが判明したんです。で、これはですね、慶応義塾大学からの研究報告になります。で、この研究では、60歳から75歳までの男性を対象として調査を行ったもので、1288人の男性を対象として行いました。で、この対象者のうち仕事をしている人が644人、そしてしていない方が640人で、まあ、大体同じ人数ですよね。で、その同じ人数で15年間追跡調査を行って、その間の死亡リスクとか病気のリスクというのを調べたんです。で、その結果ですね、定年退職後も何かしらの仕事をしている人の方が死亡率は低くて、で、認知症になる数も低くて、そして脳卒中になる数も少ないということが分かったんですね。
だからこれに面白い結果だし、これ恐ろしい結果でもあるなと思ったんですよ。仕事をしてるかしてないかで脳卒中になる確率って変わるんですよね。認知症はね、なんとなくわかるじゃないですか。やっぱり人とのコミュニケーションとか減るから、まあ、認知症にはなりやすいだろうなというふうに思ってたんですけども、脳卒中になる確率も変わってくるし、死亡率も変わってくるので、仕事をしていないって結構健康リスクが高いことなんだなというふうに思ったんですね。で、この研究からですね、その様々な検査項目を挙げているんですけども、その一部をご紹介したいと思います。で、まずですね、調査開始の時点で自分自身が健康だと思うかというアンケート、つまり、あなたは今健康ですかっていうふうに質問を受けた場合ですね、自分自身が健康かどうかっていうのを判断した調査っていうのをしているんですけども、あなたね、その言ってですね、すいませんって、あなた今健康だと思いますかっていうふうに聞いてですね、その受けた人が、ああ、そうですね、私は不健康かな、健康かなっていうのを答えるようなアンケートをしているんですよ。で、この結果ですね、その仕事をしている方の 7% は健康ではないというふうに回答したんですけども、その仕事をしている方はね、 100人のうち7人がね、その健康ではないというふうに回答したんですが、これに対して仕事をしていない方は17% もの方が健康ではないと回答しているんですね。だから 約2.5倍ぐらいの方が健康ではないというふうに、書いているんですよ。ですからこれだけでも仕事をしていない方の方が不健康であるということが分かるんですよね。だから仕事をしていないだけで1割も不健康という方が増えてくるんですよ。で、この研究ではですね、その仕事のありなしと死亡率、そして認知機能の低下、なんか認知症になるような確率ですよね、そして脳卒中と糖尿病の発症リスクを比較しているんですが、その結果ですね、まず糖尿病に関しては仕事をしていてもしていなくても影響を受けないことはまずは分かっています。しかし仕事をしていない人の方が死亡率は大幅に高くなるという結果になったんですね。結構変わってきたんですよ。そして認知機能の低下、これはつまり認知症になるリスクということですが、これも仕事をしていないと、仕事をしていない方が大幅に悪かったんですよね。もう 1.5 倍以上悪くなりました。で、また脳卒中においてもやっぱり仕事をしていない人の方がリスクが高かったんですよね。まあ、ですから仕事をしていないことによって死亡率、認知症リスク、脳卒中のリスクが大きく上がってしまうという結果が分かったんです。これ怖い結果ですよね。おそらく誰もが定年を迎えたら仕事はしなくて自由にしていいと思っていると思うんですが、実はそうではないということなんですよ。やっぱりね、私もこういった研究を知るまでは、その定年後はね、ゆっくりするんだなっていうふうに考えていたんですよ。今ね、私もほとんどそのゲームが大好きだったんですけど、仕事に集中するためにゲームってやめたんですよね。もともとそのプレステとか結構やってたんですけども、夜中までね、悪い生活ですよね。まあなんですが、その定年後はね、その時間がたっぷりあるだろうから、もう家でずっとゲームしてやるみたいに思ってたんですよ。でもこの研究結果見たら、やっぱりそれってできないんだなっていうことが分かったんですよね。ちゃんと仕事をしていかないと健康に過ごすことはできませんので、それを繰り返すとどうなるかというと、ただ単純にその死ぬだけではなくて、脳卒中になっても、ね、やっぱ大変ですし、その糖尿病は変わらなかったけれども、認知症ですよね。認知症になっても大変ですし、家族の迷惑かけちゃいますしね。で、あるいはその不健康になるということは、他にもいろんな病気になるということなんですよ。で、そのいろんな病気になるということは、いろんな痛みとか不調を持つということですので、まあ、その例えばその頭痛がひどくなったりとか、肩こりひどくなったりとか、腰が痛くて起きるのも大変とかね、まあ、そういったその課題になると嫌じゃないですか。だからやっぱり私もですね、定年後も、まあ、定年ってないんですけど、私の場合はね、やっぱりそのいつまでも仕事ってしていかないといけないなというふうに思いましたね。ですので、まあ仕事っていうのは働けるのであればですね、何歳になったとしても働いた方がいいということなんですね。で、なんでこんなにもその健康的に悪い結果になったかということなんですが、これについて研究者がですね、3つの要因があるというふうに言っています。で、まず1つ目が、仕事をしている時にはお金を稼ぐための体というのが資本じゃないですか。ですから体を守るために、維持するために、健康に投資する意欲が高い状態を保つということができるということなんですね。やっぱりね、その仕事をしてる間って本当にやっぱ体は資本だと思いますので、やっぱり健康で結構気を使うじゃないですか。で、定年退職後の方によくその話を聞いたらですね、もう俺はあといつ死んでもいいんだよみたいな方がやっぱ多いんですよ。もうその仕事もしてないしね、もう子供も育ったし、することないし、もういつ死んでもいいんだよって方がやっぱ多いんですよね。だから仕事をしてるということは、それだけ体に意識が向きますので、健康を維持したいという欲が高まりますので、健康を維持しやすいということなんですね。
そして2つ目が仕事を行うということは多くの人間関係があるということなんですが、この人間関係があるということがとても重要なことで、これがストレスとかうつ病を回避するために直接的に関連しているということなんですね。やっぱりその仕事をする上では、その同僚とかね、仕事仲間とかお客様とかね、やっぱり人間関係がたくさんあるじゃないですか。それが定年退職後になると、いくらその友達がいるとはいえ、毎日毎日ね、朝から夕方まで一緒にいるわけではないじゃないですか。やっぱりこう家でゴロゴロしてる方、一人でいる方が多いんですよ。で、作業もね、一人でしている方が多いんですよね。で、そうするとどうしてもその会話というのが減りますので、こう認知機能がめちゃくちゃ下がっちゃいますし、その研究者が言っているようにストレスとかうつ病とかがね、なりやすくなっちゃうんですよ。やっぱり溜め込んでしまうんですよね。でもやっぱりね、私がその注目したのはやっぱ認知機能低下がね、結構恐ろしいなと思うんですよ。人間関係を取ること、そのすることでですね、やっぱり人間っていうのはいろいろ考えて話をしますので、ここで認知機能を保つことができるんですよね。だからこの人間関係を多く持つっていうのは非常に大切なことだと思っています。ですからやっぱり仕事っていうのはするべきなんですよね。そして三つ目ですが、三つ目が社会的な地位とか自尊心などが健康に関連しているということなんですね。だからこれはつまり、あなたがですね、その前の仕事をしていた時には、まあまあいいくらいの職というか、まあ立場まで行ったんじゃないですかね。その例えば課長とか部長とか、あるいはその私だったらね、前の職場ではその主任でしたので、まあ主任とかね、あるいはその仕事をしていることで、そのあなたの自尊心というのが保たれていたのではないでしょうか。で、これにプラスしてですね、私は考えていることもあるんですが、役割というのもあるんですよね。あなたの役割というのが、仕事をしていることであなたはお金を稼いでいるというね、そのプライドがあったはずなんですよ。その大黒柱だったりとか、家庭を支えているとかね、まあ女性の方だったらね、家庭を支えているという、意識があったと思うんですよね。でもそれがそのお金を稼がなくなるということはですね、あなたがその家庭に対して貢献するという貢献度が下がっていきますので、やっぱりあなたのそのやりがいという部分が減るはずなんですよね。だからこういった社会的な地位とか自尊心、そしてやりがいの部分ですよね。これが減ることがやっぱり健康的には大きくマイナスだなというふうに考えるんですよ。で、私はね、その先ほどお伝えしたように、そのデイケアでね、そのいろんなその高齢者の方とね、その触れ合う機会があったんですが、その高齢の方のその認知機能を維持するためにとても大事なのがやりがいの部分なんですよね。そして家庭的なその方の貢献度、非常に大事になるんですよ。その方が家庭の中で居場所がなくなっちゃうんですよね。その方が貢献できることがないと居場所がなくなっちゃうんですよ。それが非常に大事なことで、そうしないとその本人がね、不安になっちゃうとか、その居場所がないことでその認知機能が低下しちゃうんですよ。これはもうその高齢の方だけではなくて、もう若い方のみんなに言えることなんですよね。やっぱり誰もが役割がないといけないですし、自分が役に立っているんだという、自分が必要とされている、そう必要とされているという感覚が非常に大事なんですよ。だからこれを手に入れるためには、やっぱ仕事っていうのは必ずする必要があるんですよね。まあ、ですので、そのお金を稼ぐためにね、その健康的に気をつけられるから健康的にアップするということと、そして人間関係がたくさんあることでストレスとかうつ病を予防しているということと、そして、認知機能を、ね、低下させないということですね。そして3つ目が、社会的な地位とか自尊心とかあることであなたの精神機能が保たれるということでですね、そして家庭的な役割とかあなたの、やりがいの部分ですね、あなたが必要とされているという感覚がこの健康的に大きくプラスであるということなんです。ですので、仕事というのはですね、お金を稼ぐことができるという以外は、ストレスがね、疲労をためるだけというふうに考えがちなんですけども、実は知らないところで健康的に大きな良い影響を出しているんですよ。ですから、何歳になったとしても、仕事はしている方が健康的に大きくプラスになるんですね。まあ、だから仕事をしてくださいっていう話なんですけども、だからね、もっともっと働けとか、その体がきついとか、もうそんなん知らないから、前と同じようにね、毎日8時間ガンガン働けとか、そういうわけではないんですよ。そう言ってるわけではないんですよね。もちろん仕事が強いストレスを感じる仕事であったりとか、極端に疲労してしまうような、もう疲れてしまうような仕事であれば、今回の研究とは違う結果になると思うんですよ。やっぱりストレスって病気のきっかけになりますし、その寿命をね、縮める結果になってしまいますし、疲れすぎもいけないですから、やっぱりね、その高齢になった時にこういった仕事を続けるっていうのは、逆に寿命を縮める結果になると思うんですよね。ですから私からのご提案なんですが、
新たに適切な適度な仕事をしましょうということなんです。で、例えばですね、以前は週休2日のね、1日8時間勤務だったとしましょう。でもですね、65歳を超えたあなたはこんなに長い勤務時間だとちょっと疲れちゃうかもしれませんよね。だったらパートでもアルバイトでもいいですので、週休3日とかね、4日とかに、ね、自分で設定していただいて休みを増やすとか、あるいは1日6時間勤務とか5時間勤務とかね、まあその時間を短くしてですね、あなたの体調を見て、その時間とか日にちを、日数を決めていただけばいいと思うんですよ。だからその仕事をね、そのしてくださいっていうふうに考えたときに、まあ前みたいなその仕事はね、もう今の体じゃ無理だよっていうふうに言う方がいらっしゃるんですが、今ね、やっぱいろんな仕事があるんですよ。で、自分でね、その日数とか時間とか結構決められるんですよね。だから、あなたが適切な量だという仕事をですね、やっていただきたいんですね。で、また仕事内容についても、会社でね、まあまあ偉い立場を経験して、部下もたくさんいた立場だったのに、定年退職後にコンビニのアルバイトを始めてですね、レジ打ちを今から覚えたいだとか、商品出しをね、今から考えたりだとか、あるいはその若いね、その正職員の方にね、その指導されたりとか、まあちょっと大変なことを一から覚えるとか、まあちょっとやる気が出ないじゃないですか。だから、もうちょっとね、緩い仕事を探してみましょう。で、例えばですね、あなたが前の仕事で手に入れたスキルとかがあるんであれば、それは今後も活用できる仕事があるんですね。で、私もね、ちょっと探してみたんですよ。その仕事をね、検索してみたんですね。65歳以上でもできる仕事で探してみたんですが、例えばですね、土木の施工管理技術者とか、結構募集がたくさんあるんですよね。だから、土木関係の方とかはね、結構その就職しやすいでしょうし、電気関係の技術者もね、結構募集があるんですよ。あるんですね、65歳以上でもね。なので、その電気関係の、技術者、だからそういったスキルがある方ですよね。だからそういった方も就職しやすいですし、また運転がね、上手な方であれば、運転士の募集でも結構あるんですよね。それもまた探してみたんですよ。で、あるいはですね、その慢性的に人手不足の仕事というのもあって、まあ介護はね、その結構たくさんあるんですよ。どこの、介護の現場でもね、結構仕事が、その人手が足りていないですね。で、介護の現場、まあ、募集がたくさんあるんですが、ちょっと負担が大きいかなっていうふうには思うんですよね、私としてはね。もちろんあなたができるならば構わないですが、この介護の仕事というのはめちゃくちゃたくさんあります。だからもうこれだったらもうどこでも就職し放題ですね。で、また、例えばですね、清掃の仕事というのは、まあ、いろんな業種で募集がたくさんありましたね。その病院だろうが、喫茶店だろうが、ホテルだろうが、まあ、いろんなところで清掃というのは必要ですから、こういった募集はたくさんありましたね。で、またあるいは、警備の仕事って、ね、結構多かったんですよ。だからこういった仕事もいいですよね。で、またはそのもうちょっとねゆっくりした仕事がいいなっていう方はシルバー人材センターという仕事もあるんですよね。このシルバー人材センターの紹介する仕事もあるんですよ。で、シルバー人材センターとの仕事っていうのは非常に幅が広くて、例えばですね、庭木の剪定とか草刈りとか水やりとか襖の張り替えとかね、簡単な大工作業とか除草剤の散布とか、清掃とか施設管理とか、受付の事務とか、駐車場の整理とか、お墓の掃除、ビラ配り、で、店舗の品出し、荷物の仕分けなど、きっとあなたにもできる仕事っていうのが、合う仕事っていうのがあるはずなんですよ。めちゃくちゃ仕事の種類が多いですからね。ですから、あなたが無理をしない範囲でできる仕事をしてもらえればいいと思いますので、ぜひあなたの町の求人とかシルバー人材センターを調べてみてください。あとはね、その、遊園地みたいなところの、その、なんていうかな、その機械を動かす仕事とかね、そういった仕事もあったんですよ。シルバー人材センターの派遣でね。だからそういったところもね、やっぱその、そんなに難しくないじゃないですか。で、しかもその子供ね、奥様相手とかもできるから楽しいですし、こういった仕事もいいんですよね。だから、そのあなたの町のですね、シルバー人材センターってありますので、市かな、私だったら都の城市で探したので、都の城市のシルバー人材センターとか、あなたの住んでいる市のですね、市町村のシルバー人材センターを調べてみてください。で、適度な仕事をすることで生活に張りを取り持つことができますし、そしてあなたがその仕事をしたことによって手に入れたお金というのは本来であればもらえるはずのなかったお金ですよね。本当だったらあなたは家でゴロゴロしていて、そのテレビを見てね、その何もお金を生むはずではなかったのに、ゼロから生み出すお金ですので、これってすごい自由なお金なんですよ。昔はね、その家庭にお金を入れないと子供がね、その大学に行ったりだとか、その子供にね、その結婚式費用を貯めてあげるだとか、まあそういったその予備のお金っていうのが必要だったと思うんですが、もうこれからはもう自由なお金ですよ。あなたが使い放題なお金なんですよね。ですから、あなたが無理をしない範囲で仕事をしていただいてですね、それでいただいたお金で旅行に行くだとか、好きなことのためにね、楽しむために使うのもいいじゃないですか。そうすれば健康的になれるだけではなくて、より楽しい毎日にすることができますので、ぜひチャレンジ
レンジしてみてください。でもしですね、あなたの、親御さんとかがね、こういった状況であればこういった仕事もあるんだよとかね、こういったご紹介していただけるとね、また、その親御さんも健康的に過ごせますし、もっともっと生活に張りを持てますし、老後を楽しく過ごしていただけるんじゃないかなと思います。で、定年退職後はですね、多くの方がゆっくり過ぎてしまって、そのまま体が弱ってしまって病気に近づいてしまったりとか、認知機能が弱って徐々に認知症になってしまう方が多い現状となっています。まあ、退職後ね、その1年とか2年とかゆっくりするのは別に構わないと思うんですよ。ですがその後ね、そのずっと何年も何十年もゆっくりするというのはちょっとゆっくりすぎではないでしょうか。ぜひあなたの健康のためにこれからの生活の仕方を考え直してみていただきたいと思います。もし私の整体院とかサポート付きのファスティニングご興味のある方は、その説明欄にホームページに行かれますので、そちらからホームページをご覧ください。今回の話が役に立った方は、感想のコメントとか、わあ、俺ちょっと仕事頑張りますよみたいなコメントとかね、高評価いただけると嬉しいです。今回の動画もご覧いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。